シュラマル。今度飲み行こうよ。仕事の愚痴もいっぱいあるし、いろいろと聞きたいこともあるしね。おお、いいね。ママ友と一緒に行く？それとも会社の人たちと行く？二人で行こう。ママ友でもあり、会社の同僚でもあるのって、ひろこさんだけだもん。二人でしか話せないこといっぱいあるじゃん。いいよ。シングルマザー同士助け合おう。それな。最近気になってたんだけど、マナブくんと仲いいの？マナブくんって課長のことをそんな風に呼んじゃダメでしょ。山崎課長と別に仲がいいってことはないかな。ふーん。なんか仲いい気がしてさ、気になってたんだ。そんなことないって、彩香さんの方が仲いいでしょ。確かに、私課長のお気に入りなんだよね。私のことばっかりを見るし、一番私のことを気にしてくれるの。それは単にミスが多いからじゃ。なんか言った？なんでもない。課長は結構フレンドリーだし、仕事しやすいよね。マジそれな。私の名前はひろこ。34歳会社員です。今 LINE をしているのは、6歳年下のママ友でもあり同僚でもある彩香さん。私は数年前に夫を事故で亡くし、彩香さんも24の時に旦那さんと離婚。二人ともシングルマザーとして働いています。最近こっちに引っ越してきた彩香さんに私の職場を紹介しました。彩香さんは仕事をし始めて半年。最初は全く気づいていなかったのですが、彼女の本性がだんだんと明らかになっていきました。早く再婚したいなぁ。え、もしかしていい人でもいるの？いないいない。顔は微妙で金持ちか、金はないイケメンのやつばっかり。ブサイクのくせに私と付き合おうと思うなって感じ。そうなんだ。確かに顔とかも大事だけど、結局は結婚していく上で長く続けられるかが重要じゃない？綺麗事じゃん。でも彩香さんよく言ってたじゃない。前の旦那は顔が良くて結婚したけど性格が最悪だった、見た目だけで選んじゃダメだって。ああ、忘れた。結局は顔だよ、顔。あとはお金とスタイルと、ファッションセンスと浮気をしない人で。わかったわかった。いい人が見つかるといいね。なんか余裕そうじゃん。おばさんなのに大丈夫？え？おばさん？30超えたらおばさんでしょ。子供だっているんだし、そんな簡単に再婚なんてできないよ。ひ、ろ、こ、さ、うん、は。私と違って若さないんだからさ。そうかもね。まあ別にすぐ再婚したいとかいう気持ちはないし、いい人がいればって感じかな。そうやってババアになっていくんだよ。怖いね、ひろこさん。ああ、そうね。とりあえず今度飲み行こうね。絶対に休み空けといて。うん。数ヶ月後。最近なんだか課長と仲いいよね。おばさんのくせに無理して恥ずかしくないの？お疲れ様。いきなりどうしたの？なんかさ、媚び売ってるの腹立つんだよね。私たちって職場には仕事をしに行ってるわけじゃん。男漁るために行ってるんじゃないんだよ。アンダースタン？もちろんわかってる。それを言うなら彩香さんじゃない？はぁ？最近は派手なメイクにミニスカート、パソコンも打てないようなネイル。みんなからよく注意されてるでしょ。あれはババアどものひがみ。私が課長と仲良くしてるのが気に食わないんでしょ。課長もギリ20代だし、私も20代。イケメン課長が可愛い私に取られそうになってみんな焦ってんの。そうじゃないと思うけど。でもさ、課長にファンが多いのも事実でしょ。あー、なんかそうらしいね。だから醜いブスどものひがみ。とりあえず、これ以上私と課長の邪魔しないでね。それじゃあ、バイバーイ。さらに1ヶ月後。これどういうこと？これやったの彩香さんだよね。なんでこんなことするの？何のことかにゃー。こんなことって言われてもわかんない。私と課長が結婚するって掲示板に書いたでしょ。会社の掲示板なんてみんなが見るところに書くなんてどういうつもり？だ、か、ら、私がやったって証拠がないじゃん。ママ友である私を疑うんだ。ひろこさんってそんな人だったんだね。あの字は彩香さんでしょう。特徴的な字の書き方だからみんな気づいてた。私の字は全然特徴的じゃないよ。逆
ギャルジっていうのかな、みんなから読みづらいって有名だったから。へえ。でも私に犯人をなすりつけたい誰かがしたのかもしれないよね。性格が悪いひろこさんとか。それだけじゃなくて、あの使われてた裏紙は私たちの部署でしか使ってないの。そうなってきたら疑われても仕方ないでしょ。わかんない。だって私何にもしてないよ。私が無理に課長に言い寄って落としたとか、床上手のおかげで結婚か、友達 A が語るひろこの裏の顔とはとか書いてたし、これは冗談じゃ済まされないって。かわいそう。みんなきっと今頃言ってるよね。ババアのひろこさんとイケメン課長が結婚なんてありえない、私との結婚の間違いだろうって。友達だと思ってたのにひどい。私ババアの友達いらないから。そう、私に LINE なんかしてないでみんなの誤解解きに行ったら、後で恥かくのはひろこさんだよ。別に間違いじゃないからいいよ。は？だから私と課長は本当に結婚する。え？あ？はあ？結婚？結婚じゃなくて結婚？逆に結婚するって何よ。結婚よ結婚。意味わかんないんだけど、なんで課長とあんたが結婚するの？実は2年前から付き合ってて、子供のこともあるし、正直旦那が忘れられないっていう気持ちもあった。だけど彼はそんな私をずっとそばで支えてくれたの。嘘でしょ。ほんと、厳密に言うともう結婚してるんだけどね。え？もう夫婦なの？うん、上司とか一部の人だけ知ってる。私も彼もあまり大ごとにはしたくなかったし、もう少し落ち着いてから報告するつもりだったの。言う機会をくれてありがとう。そんな、そんな。こんな嫌がらせまでして子供じゃないんだから。だってだってだって、私だってイケメン高収入の男と再婚したかったんだもん。それで楽して子供の世話をしてもらおうって。なのにこんなババアに負けるなんて。やっぱりあの張り紙は彩香さんだったんだね。うるさいうるさいうるさい。別に証拠なんかないんだから。監視カメラの映像バッチリ映ってたって。や、今から呼び出されると思う。本当だ。休憩終わったら会議室に来てって言われた。どうすればいい？正直に話すしかないんじゃない？そんな。やったことはきっちり責任取らないとダメだよ。もういい大人なんだから。やだ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 。子供みたいなこと言わないの。それじゃあ頑張ってね。数日後。よくババアなのに結婚できたね。課長も見る目なさすぎ。というか、よくよく見ると課長ってブサイクだよね。お似合いの二人。まだそんなこと言ってるの？ただのひがみじゃない？ひがみなんかじゃなくて事実ね。はぁ、今回の件、大ごとにしなかったのは私と課長のおかげなんだよ。ちゃんとわかってる？ああ、なんかほんと偽善ぶったやつだね。偽善って、その偽善に助けられたのはどこの誰？ひろこさんじゃない？いい子アピールできてよかったね、旦那さんに。私たちがちゃんと言及したらあなたは最悪クビになったかもしれないのに。でも実際クビになってないもん。でもとかタラレバの話はやめた方がいいよ。するだけ無駄無駄。小さい頃はお姫様とかに憧れてたタイプでしょ。はぁ、全く変わってないんだね。もういいよ。何がもういいわけ？そう思うなら関わらないでくれる？そっちから LINE したくせに。意味わかんない。これ何？え？これって、うちの会社ダブルワーク禁止だって知ってるよね。それに夜キャバクラで働いて家のことはどうしてるの？違うの。これは一日だけ頼まれてしょうがなく手伝ったの。ここに通ってる友達がいるんだけど、結構な頻度で出勤してるらしいね。いや、これは、あれ、実は親が経営しててさ、スタッフが足りないんだって。だからお金をもらわずにお手伝いだけしてるの。いやいや、彩香さんのご両親は保育士さんとサラリーマンだよね。転職してさ。そう、転職。もういいよ。信じてくれた？副業してるのはもう会社の方にバレてるみたい。私もこの間ちょっと事情聞かれたんだけど、知らなかったから答えなかったの。え？私以外に誰か証言した人がいるみたいだね。
前回の件もあるしクビになるみたい。今までありがとう。嘘でしょ、クビ。私仕事なくなったら困るんだけど。確かにその見た目じゃ面接はどこも受からないだろうし、でもそれは私には関係ないこと。頑張って仕事探してね。ありえないんだけど。同じママ友として助けてよ。他に向いてる仕事があるみたいだし、そっちをしたら？あれは自分のお小遣い用なの。あれだけじゃ食べていけないし、バカなの？あっそ、バカなのとか言う人を助ける必要ないよね。嘘だって、うち間違えちゃった。はい、とりあえずもう関わることはないと思うから、さようなら。いやー、見捨てないで。その後彼女は会社をクビになりました。もう一度雇ってもらえるように話を通してと LINE が来ていましたが、すべて無視。新しい仕事を探していたようですが、どこにも面接に受からないそうです。せっかく受かったアルバイトにも無断欠勤でクビに。彼女は諦めて夜の仕事一本にしたそうです。私は旦那と子供と幸せに暮らしています。皆さんもこんなママ友にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。